中日ドラゴンズはドラフト、戦力外通告、そしてオフの補強などで1年間で戦力が大幅に入れ替わっています。来季開幕スタメンも1年前とはガラッと変わっていきそうです。立浪監督が組みそうな2024年の開幕スタメン見ていきましょう。まず2022年、そして2023年の開幕スタメン振り返っていきます。まず2022年、立浪監督が就任した年ですね。1番センターに大島選手、2番ライトに岡林選手、3番レフトに福留選手、4番ファーストビシエド選手、5番キャッチャー木下選手、6番セカンドに阿部選手、7番サードに石川選手、8番ショート京田選手、9番ピッチャー開幕投手が大野雄大投手とようなオーダーでございました。まだここから2シーズンしか経っていないわけなんですけれども、スタメンガラッと変わっていますよね。大島選手はレフトに回っていますし、岡林選手はセンターに入っていて、福留選手に関してはもう引退していて、ビシエド選手はスタメンでの起用機会かなり減っていますし、阿部選手、そして京田選手に関しましてはトレードで他の球団に移籍しているというような状況になっています。そして大野投手に関しましても、2023年のシーズンは手術によって登板ができなかったと。そして2023年、1番センターに岡林選手、2番レフトに大島選手、3番サードに怪我の石川選手に代わって高橋周平選手が入ると、そして4番ライトに新外国人選手、長距離砲として期待されたアキーノ選手、5番ファースト、なんだかんだまあいろんな選手試されましたけれども、ビシエド選手が入って、6番キャッチャーに木下選手、7番セカンドに社会人から入った新人の福永選手、キャンプやオープン戦で主にバッティング面でアピールをして、いきなり開幕スタメンをつかむと。ドラフト7巡目の指名、支配下登録された選手では12球団最下位指名だったんですけれども、それでもスタメンとなりました。そして8番ショートにリューク選手がいて、9番ピッチャーには小笠原投手と、こういったオーダーになりました。2022年から2023年、そして現在に至るまでかなりスタメン大きく入れ替わっていますね。では続いて来シーズンは布陣が大きく変わる可能性があるということで見ていきたいと思います。まず各ポジションごとの現在のメンバー見ていきたいと思います。まずキャッチャーですけれども、木下選手と宇佐美選手、石橋選手、この3人が基本的には1軍のメンバーになってきそうですね。郡司選手がトレードで日本ハムに移籍して、宇佐美選手が加入ということになりました。そしてファーストには今シーズンのオフに中田選手が入って、そしてビシエド選手と宇佐美選手と、宇佐美選手もファーストでスタメンの出場機会っていうのがあるかもしれません。そしてセカンド、田中幹也選手が怪我から復活ということですね。立浪監督も守備面かなり期待しているということですね。スタメン取るかもしれないですし、村松選手守備主張かなり、1年目ながらも良かったので、バッティングさえ上がってくればスタメンの可能性も出てくると。そして福永選手も開幕からバッティング面かなり良かったので、あとは守備面でしっかりとセカンドで立浪監督の信頼をつかめればスタメンの可能性もあると。そしてサードは石川昂弥選手がもう基本的にはレギュラーという感じで、高橋周平選手がバックアップで入っていく、膝の問題なんかもありますから、守備固めっていうのは一人いた方がいいという感じですね。そしてショートがかなり混戦という感じで、カリステ選手がバッティング面ではリードしている、守備ではリューク選手、そして津田選手と辻本選手をドラフトで獲得したということになっておりまして、開幕スタメン誰になるかっていうところが一番見えにくいのがこのショートのポジションだと思います。そしてレフトは大ベテランの大島選手が筆頭になりますけれども、鵜飼選手とブライト健太選手、この2人のどちらかでもブレイクしてくれればっていうのがやっぱり来シーズン期待かかる部分ですね。そして上林選手が戦力外通告から獲得されて、スタメンの可能性っていうのもあります。そして新外国人選手がもしかするとレフト入ってくるんじゃないかなんていう噂も入っておりまして、このあたりどうなるかというところですね。センターとライトに関しましては岡林選手、細川選手で、ほぼほぼスタメンっていうのはもう決まってくるのかなというところで、対抗馬もいない状態ではあります。では続いて立浪監督が来年開幕スタメンどのように組んでいくのか予想していきたいと思います。立浪監督は組みそうな開幕スタメン2パターン用意しています。まず1つ目のパターンが、1番センターに岡林選手で、2番レフトには大島選手を使って、3番ライトに細川選手、4番ファーストに新加入の中田選手、5番サードに石川選手、6番キャッチャーに木下選手、そして7番セカンドには田中幹也選手を入れてきて、8番ショートにリューク選手、9番ピッチャー小笠原投手とようなオーダーですね。立浪監督がこの田中選手相当期待していますし、守備重視ということであれば田中選手とリューク選手、この2人のスタメンということになってくると思います。そして大島選手はやっぱり信頼しているというところで、2番レフトに加えてくるんじゃないかと。そして2つ目のパターンですね、仮に新外国人選手、今噂されている左バッターの長距離砲の選手ディッカーソン選手が入ってくるということになると、かなりオーダーも変わってきます。1番センターに岡林選手、
2番セカンドに田中選手、3番ライトに細川選手、4番ファーストに中田選手、5番サードに石川選手、そして6番レフトに新外国人のディッカーソン選手など、まあ、新しい外国人選手を入れて、7番キャッチャーに木下選手、そして8番ショートですけれども、リューク選手が、まあ、バッティング面相当苦しんでいるということで、辰巳監督が、まあ、守備重視ということで考えると、もしかしたら辻本選手とか津田選手とか、このあたりの新人選手が辰巳監督から見てキャンプでかなり守備使えそうだぞというような判断になっていくと、ショートスタメンいきなり使ってくる可能性っていうのも十分あるのかなというふうに思いますね。やっぱり立浪監督が二遊間は守備と走力を重視ということをもうすでに明言しておりまして、この布陣を組んでくる可能性が高いんじゃないかと思いますね。まあ、カリステ選手とか福永選手とかこのあたりに関しても候補には上がってくるんですけれども、やっぱり立浪監督の視点から見るとちょっと守備に不安があるというような印象があると思いますので、まあ、守備重視そして足が速い選手ということで、まあ、こういった開幕オーダー組まれそうな予感ですね。一方で中日は打力面、得点力という部分で相当苦労した今シーズンですから、課題の打力を最大化させた打線というのも組んでみましたので、こちら見ていきたいと思います。課題の打線に力を入れたオーダーですね。まず一つ目のパターンが1番センターに岡林選手の後、2番ショートに攻撃型でカリッセ選手を入れていくと、カリッセ選手フルで出れば2桁ホームランは堅いと思います。そして3番ライトに細川選手、4番ファーストに中田選手、5番サードに石川選手、6番キャッチャーに木下選手、そして7番レフトにはこれから台頭してきそうなブライト健太選手を入れていくと、まあ、現在の対応力でいうとやっぱり鵜飼選手よりもまあかなり高いレベルで対応できるようになってきていますし、まあ、大柴選手よりも長打力があるということで、まあ、1年間我慢してでも起用していくと、そして8番セカンドに田中選手か福永選手、田中選手がまあ2割3分4分打てるようであれば、まあ、足も速いですし盗塁もできるということでスタメンでもいいですし、逆に福永選手が守備力セカンド向上してバッティングも2割中盤ぐらいで、まあ、ホームランもそれなりに出ると、まあ、ツーベースも結構出ると、こういうことになってくると福永選手が起用とか、まあ、このあたりの併用っていうのもできると思います。そしてパターン2つ目、新外国人選手入ったパターンですね。1番センターに岡林選手、2番セカンドに田中選手か福永選手入れて、3番ライトに細川選手、4番ファーストに中田選手、そして5番サードに石川選手の後、6番レフトに新外国人選手、まあ、ディッカーソン選手とか入ってくるとまあかなり大きいですね。そして7番キャッチャーに木下選手で、8番ショートにカリステ選手と、まあ、こういったオーダーを組むことができると、やっぱり守備走塁面を重視した打線よりもかなり得点力っていう部分は上がりますので、まあ、中日の今シーズンの課題っていうところの改善にもかなり大きくつながってくると思います。まあ、中田翔選手が入ったことによって打線もかなり厚み増してきました。2023年は二遊間とファースト、そしてレフトの打力が12球団の中でもかなり低い方の数値になってしまっていたということですね。ここをしっかりと強化したとしても守備力が極端にまずいというようなオーダーではないので、こうした攻撃型のオーダーっていうのも十分考えられるのかなというふうに思います。以上です。